こんにちは。754α です。以前古高の取っ手出しをあげたが、その続きと思ってくれ。字幕だけじゃ寂しいからゆっくりもつけてる。今回のマップはトライデント、ルールは制圧戦。マッチングティアは5から7です。監視構成は駆逐メインでティア5が多め、正しく5はティア7。上位ティアの従順として強気に振る舞いたいですね。戦艦はティア5が互いに2隻ずつだから、巡洋艦が仕事をするかどうかで試合が決まりそうだな。初動は B 方向へ進行後に C 方面へ監視を向ける予定です。これだけ駆逐がいればさすがに B で解敵するだろうし、味方駆逐への火力支援と敵駆逐への圧力がけも兼ねて少し突っ込み気味でいくぜ。YouTube での青葉はお初なので艦長スキルとアップグレード紹介。録画時点ではこんな感じの振り方。今は振り直して隠蔽取ったけどな。見てわかる通り、対空に関しては捨てて駆逐との近距離戦を想定したインファイトタイプの青葉です。そこ、地方の発射レート低いとか言わないの。それではしばしば移植。現在前方霧島がいらっしゃいますね。射程圏内に入り次第砲撃を開始します。全く敵機を撃墜できない悲しみ。格上だし防御砲かないからね、しょうがないね。このまま B へ侵入するぜ。敵巡洋からの砲撃が来るだろうからキャプはしないけどな。幸いにも敵戦艦は A へ流れていったので魚雷の警戒だけで済みそうですね。敵にこらす。距離10キロちょい。遮断で当てたい。前方に敵駆逐2隻、そこそこ近いぞ。同一方向ならともかくこれはまずい。面舵いっぱい、距離を取る。敵に目風座礁。これは助かる。当たるかわからんけど魚雷巻きますか。に無理だった模様。魚雷当たると嬉しいけど。お、いい角度。抜いちゃおう。敵の駆逐艦を撃沈。敵にメカで撃沈。これくらい序盤でこれはありがたい。敵艦に損傷を与えました。敵艦に滑り込んだ大艦3枚抜きで1万4千余りのダメージ。これが火災の発生を確認。私たち消火作業を急いでください。ナノメキ重量艦の撃沈を修復完了。敵艦に滑る気がする。このまま地へと突入して神風との交戦を試みます。敵は A 集中しているし、今のうちに B、C を確保したいな。戦闘機、発艦させます。雷撃機邪魔だな。多分後方のテキサス狙いだろうけど、慢心して襲われたら嫌だから回答継続。敵雷撃機魚雷投下。切り返しが面倒なので、取り舵回答を継続して C へ向かいましょう。
9キロ。前方からの魚雷接近を感知。衝撃に備え、クライフィールドを展開。艦正面にタイトニウム反応を感知。侵食魚雷。前方からの魚雷接近を感知。衝撃に備え、クライフィールドを展開。魚雷捨てたし、全体回したくなかったんですよね。逃げられたか。このまま C を占領して様子を見ましょう。敵か味方に見られているけど、ソナーは使わんのか。幸いにも10キロ魚雷ではないし、角度的にも十分に回避可能だし、大丈夫でしょう。それにさっきの動きを見る限り、この状況下で危険を冒してまでこちらに雷撃を仕掛けるような人じゃないと思うの。おそらく軽戦力は残り1000程度だろうし、見つかったら最後だから無理に突っ込んでは来ないか。もうすぐで C を占領。どうする？ちょっと遠いですが、B 南方にいる味方と合流して一近で固まっている敵部隊を叩こうと思います。場所的に北から回り込んでも良いですが、神風も潜んでいるので危険ですし、このままだと B 南方の味方が数に押されて負けてしまいますので。最優先目標は神風ですが、どこにいるか見当もつかない上、探し回っている余裕もないですからね。そんでもってまた来月かよ。防御砲かなしなのはバレましたし、今は本艦が最前線なので仕方がないですね。前方からの魚雷接近を感知。衝撃に備え、クライフィールドを展開。回避完了。戦闘機出してなかったら危なかったな。移動なので倍速。Cの南まで戻ってきました。味方空母が敵地区に追われているので、シンガリを交代、迎撃します。思いっきり偏差外しているんだが、これに関しては完全に腕不足。撃沈。ありがとうございます。これで残る敵の大半は A にいるので押し込んでしまいましょう。先ほどの結果に壁は未だに発見。探しに行ったオマハが返り討ちに遭っているから、まだ C の下にいると思われるぜ。味方空母が C に逃げたけど、状況わかってるのかな。島向こうのクリーブに対するコースで悩んだので倍速。攻勢に加勢します。敵はリアンダーと霧島の2隻、どちらもまだ元気です。
敵巡洋艦の撃沈を確認しました。敵リアンダーを撃沈。霧島も逃げていますし、今のうちに絵を取ってしまいましょう。ここで真にいる空母に発見されているかどうか聞いてみます。返答次第で敵か味方のおおよその位置が割れるので今後の参考にもなりますし。味方空母、自ら沈没することにより敵か味方の居場所を教えてくれた模様。なんであっち行っちゃったんだろう。敵飛竜発見も射程外、ついでに雷撃機も来てる。目の前の霧島と車線が通る前に魚雷投下させたいけど無理かな。 C の占領始まったな。ってことは敵か味方とは距離があるし、まだ時間も大丈夫かな。したいけどしたくない。火災の発生を確認。解答、霧島の攻撃が外れることを祈るしかない。霧島発砲。セーフセーフ、あとは雷撃回避だけ。ナノマテリアルによる損傷箇所の修復完了。これまで。まだ大丈夫。いけるわ。新艦起動前に接触。ノーダメ。危ない危ない。A の占領が完了したので、このまま霧島を追い詰めつつ、敵か味方および部順の迎撃を行います。敵の飛竜を落とすことも大事ですが、あくまで制圧戦。深追いはせずに客に集中します。どうせ味方が追ってくれると思いますし。霧島を撃沈。戦術データを取られてる。敵か味方が A どのようなアプローチをするかにもよりますが、敵部順は北側から A 入るようですので、そちらへ向かいましょう。作戦終了予定時刻まで残り。戦闘機発艦させます。右輪からの魚雷接近を感知。回避行動に移ります。神風は南側から来るようですが、自分が邪魔なので先にこちらを沈めにかかります。右輪にタナトニウム反応。侵食魚雷の接近を感知。火災の発生を確認。消火作業を急いでください。
主兵像が損傷。さすがに高性能が高いと純なだけあるな。かなり痛い。ドライ狙いなのは分かっているので、このまま AP 挑戦。ナノマテリアルの損傷を修復完了。消火作業を急いで対処。三発命中も全部長弾。無損。艦正面にタナトニウム反応を感知。回避直撃してやる。敵巡洋艦を撃沈。敵部巡撃沈。全体ごと回して後方の敵艦に風にフォーカス。一発でも当てれば沈められる。全艦で指定目標に迎撃射撃をお願いします。敵の駆逐艦を撃沈。これくらい私だって。やっと敵艦ミカデを撃沈。残るは敵艦。ポイント数的にも価値格だとは思いますが、念のために B 方向へ向かっておきましょう。というわけで無事に生存勝利。めでたしめでたし。実績はクラーケン襲来のみ、よだめは9万2000。地区や軽巡メインで相手をしていたのでダメージはそこまで伸びませんでしたね。格上空母なのになぜか12機も落としてるな。対空捨ててるのに。素の状態でも悪くはない対空なので、寄ってくれば多少は落とせますからね。ベース経験値は2633。こちら側は上位3名のみがキル取ってるな。しかも経験値に準じたキル数。面白い。2位のベルファストも2600超えなので序盤から A 側で頑張っていたようです。最終盤まで仕留められなかった敵神風は1000超えているし、強敵だったな。地方発射弾数は計226発で、うち命中は83、命中率は 36% だったぜ。大物に対して一方的に当てていく場面が少なかったので、こんな感じでしょうか。火災ダメージは2万2000。監視考えれば妥当か。潜在ダメージは80万と低い割にだいぶやられましたね。今回は光線距離を考えるとバイタルを守りきれただけでも幸運でしょうか。さて、今回は割とメリハリのついた試合でしたが、いかがだったでしょうか。途中移動時間もあって若干無駄な動きもあったが、逆に敵駆逐駆除もできたし、内容としては悪くはなかったと思うぜ。ただし割と運で助かった場面も目立つので、相手の技量や運に頼るプレイは極力避けたいところです。それではご視聴ありがとうございました。